音楽の街川崎のシンボル、ミューザ川崎シンフォニーホール。川崎駅前にあるこのホールが平成21年7月1日オープンから5周年を迎えました。ミューザ川崎シンフォニーホールは市民の音楽活動の場として、また国内外のオーケストラなどを幅広く紹介する施設として、平成16年のオープン以来広く市民に親しまれてきました。この日は5周年を記念して記念式典とコンサートが開催されました。阿部隆夫川崎市長の挨拶に続いて、ミューザ川崎を拠点として活躍する東京交響楽団が登場。ヨハン・シュトラウスやモーツァルトなどクラシックの名曲が披露され、訪れた人たちはその音色に聞き入っていました。ミューザ川崎はこの5年間に世界で活躍する楽団のコンサートをはじめ、アジア交流音楽祭やフェスタ・サマーミューザなど数々のイベントを開催、音楽文化の発信地として大きな成果を上げています。音楽の街川崎のシンボルとして歴史を刻み続けるミューザ川崎シンフォニーホール、これからの展開にますます期待が高まります。